吸引性皮下出血内出血とは、体内の血管が破裂する通して、皮下で出血する現象のこと。内臓内で出血するほかに、人体を強く殴断した際にできる、いわゆるタンコ部と呼ばれるものもうち出血が引き起こす現象の一つである。死士や体表の内出血は、傷病者が痛みを感じやすくまた多角的所見でも分かりやすいが、真に重大なのは、 体幹のうち出血である。ことに大動脈のほか肝臓、脾臓など血管に富む臓器の損傷は、わずかな傷でも出血が止まらず、最悪の場合は死に至る。これは、外見だけでは発見できないが、超音波エコーによって発見することができる。交通事故や転落事故の受傷者は、漏れなく恐怖部超音波エコーを受けるように、定められている。死死や、 体表の軽微な内出血でも、血液疾患などで凝固、専用系に異常のあるもの、あるいは抗凝固薬を服用しているものの場合は、出血が止まらないことがある。この場合も、早急に病院を受診することが望ましい。一般的に、顔面科学や腕、足の打撲による内出血では、軽度のものを除き、3日間冷やし、その後は温めるのが、基本治療。 最初に冷やすのは内出血を抑えるために血管を収縮させること、痛みを和らげる効果もある。3日程度で治癒傾向に転じるので、温めて血管を膨張させ、血流を促すと内出血の吸収を早め治りが良い。冷やしにくい腹部など、内臓の出血では吸引など、下下科手術が必要になるので簡易な素人解釈は、危険であることを念頭に置くこと。 ありがとうございます。